縁に立たされ、そこで見た景色はどんなものだったのだろう。行き場所をなくしてさまよってるむき出しの心が触れるのを恐れてす花のように儚いのなら、君のもとで咲き誇るでしょう。そして笑顔見届けた後、そっと一人散ってゆくでしょう。鳥のように羽ばたけ「二度と壊れない」